おかゆでもかけるよね。無理に決まってんだろバカタレが。風邪ひいた時に食べる心にしみる料理だろうが。いいよ、なんか染みついてっけど。とある日、あーやばい、花粉症がやばい、くしゃみ出る。土鍋。おーおーびっくりした。偶然こんなところに無印良品の土鍋が。案件じゃないよ、ただ僕が好きなだけだよ。あんたまた可愛らしい土台買っちゃった。あんたこれ土鍋な、ガチャも買ってみたら。でかいわねあんたこれね。これめちゃめちゃ美味しい米炊きやすいんでマジおすすめです。これ案件じゃないですよ。大事なことなので2回言いました。さっしゃ済みだ。まずは米を研こうぜ。あ、いやそれ、炊いたご飯から作らねえの。甘いんだボケが。俺も一緒に研いでやろうか。なんか米の量少なくね。一人暮らしですから。こんなもんや、こんなもん、こんなもん。あー、炊く前の米落ちちゃおう。おい、よせ、やめろ。あー、食べちゃいたい。やめるんだ。あー、ちょっと味見しちゃいたい。あったー。そらそうや。ちなみに分量は米1合に対して水 1200ml だ。水はあればあるほどいいですからね。それでは皆さんご一緒に美味しいご飯が炊けますように。どっこい小一チャカオンファイヤー。よいしょ。タイマーは約30分ぐらいでセットして火加減は中火だ。しばしのチルタイム。ほらブルーマウンテンですね。誰かこいつの目を覚ましてやってください。変なことばっかしてるんです。いい豆を使っているようだ。もう手遅れですね。そうだ。寝るな。寝るな。きた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 。あんたらやればできるじゃないの。おい出せ出せ出せ。この鍋から出してくれよ。落ち着いて、ちょっと皆さん落ち着いて。あ、作ったもんねえよ。皆さん落ち着いてください。押せ押せ押せ。暴れすぎ暴れすぎ。ちょっと暴れすぎ。いや水すんごい。誰がそこまでやると言った。火切ってるのこれ。これが土鍋の余熱力か。おい何がどうなってんだこれ。蓋開けたら火傷するよね絶対ね。白ご飯 .com 参考にしたのに。一旦開けてみ。ちょ怖い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 。おほー、カメラが曇った。まずい、カメラ SD 席はまずいって。これ結構高かったんだからよ。一旦蓋開けたら引いたんで弱火で様子見ます。ねえお母さんまだ。ちょっと待ちなさい。あんたさあどんな感じでっか。うおーいいね。大妨害です。ちょっと味見。んー、それ何語。うまし。これでいきましょう。ちょっとよそって塩少々。すげえすごい。ほっかほかですやんか。あったおかゆって風邪ひいた時に食うイメージだったけど、健康な時にも普通に食おうかなと思いました。あ、やべ止まんねえよこれ。もしかくぶんなくなるで。というわけで、おいまさか。やめてくれやめて。やだー。完全に潰すのは無理だけど、かなり吐きやすい感じになりました。いくぜ。とっても美味しい自家製おかゆペー。さあとっても美味しい自家製おかゆペーで字はうまく書けるのか。まあ詰まるわな。かなり効きました。これでね、かなり。いやー書ける。詰まる前に急いで書き切るんだ。オーマイガー。もう一回足りるか。足りてくれ頼む。あとちょっと足りないよ。遠くから目凝らしてみてみ。ハッピーバースデー。あ、見える見えるよ。やったー。というわけで今日もドッカン大学さん誕生日おめでとう。結論、おかゆって入れる水の量によって名前が変わるらしいぞ。さてファミマの梅ボス。こんにちは。マスコお前あれをやるのか。うはは、たまんねえ。うおいただきます。あ、マジでうまい。あはこれぞジャパニーズ飯。あ、梅干しと合いまくる。余り物のおかず入れてこよう。塩焼きしめし。もう一個いっちゃう。俺白米よりおかゆ派になるかもしれない。これからおかゆ作ろうかな。まあでもあれか、普通の白ご飯みたいに冷凍できないからめんどくさいのかな。ごちそうさまでした。